トランプ米大統領関連ニュースのメディアの印象操作見出しに批判殺到。内容はこちら。トランプ米大統領関連ニュースのメディアの印象操作見出しに批判が殺到しているようです。では、黒瀬真さんのツイートより内容を見てみましょう。黒瀬真。いやいや、手放すなんて一言も言ってねえよ。選挙人団がバイデンを指名すれば手放すという話でしょ。その前に裁判もあるし、本当にタイトルがめちゃくちゃ。記事の内容を見てみると、確かに選挙人団がバイデンに投票すれば政権を手放すと書かれていますね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。メディアらしい印象操作。そうやってバイデン大統領を作ろうと社の命運をかけて躍起になっている。ひどい変更。これを平気で流すマスコミは不要です。日米のメディアの印象操作は常軌を逸していると思います。次はこちら。要するに法に従うと当たり前のことを言っただけで、この見出しは完全にミスリード。産経新聞も終わってますね。産経もそんな見出しだった。産経新聞も同じようなタイトルをつけて報じてましたね。次はこちら。法に従えば手放すのは当然だとしても、まず相手が適法だったかの問題がありますね。そこが一番大事な部分であり、焦点を当てるべきところなのですが、日米のメディアは完全スルーですからね。次はこちら。シドニー・パウエル弁護士が動いたから、ほんまにどうなるかわからんね。下手したら、マスメディア、他国を含むまで、芋づる式に晒し上げられるかもしれないのに。のんきに世論誘導する見出しをつけとる場合ちゃうで、マジで。下手したら、マスメディアまで芋づる式に晒し上げられるかもしれない。本それです。どのような未来が待ち受けているのでしょうか。最後はこちら。本当になんか嘘を発信し、トランプ大統領が諦めたように印象操作してるのよ。彼は勝つまで決して諦めないって毎回毎回言ってます。メディアの情報は信用できません。トランプ大統領のツイートや SNS の情報から真実を見極めていくほかありません。結論。日米の様々なメディアはバイデンのアメリカ大統領既成事実化に躍起になっているようですが、アメリカ大統領選はまだまだ決着はついていません。これからが本番です。メディアの悪質な印象操作や偏向報道に騙されないように気をつけましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。